尻尾を触ってみたいんですけど。尻尾？ああ、いや、ダメなら別に。うわあ、ふわふわだ。おや。おお、モフモフ。これはたまらん。お前らのこと幸せにしてみせるから、俺を信じて付き合ってくれ。ね。二人同時に愛の告白？最低です。そこまで節操がないとは思いませんでした。違う、脂肪分野改善、一緒に頑張ろうぜって意味で。またはこの後図書室で競うから。そういうことでしたか。何やら殺気に近いほどの圧を部屋の中から感じる。はい。やだ、ちょっと声裏返っちゃった。失礼します。概要はこちらにまとめました。うん。貴様！どう？すっごくエッチー気分。来た来た。いいんですよ、もっと触っても。前の私とは違って、私はエッチーのが大好き。エッチー、あなたのことも大好き。闇一体。この格好、あれ、今日は片付いているって。お前、俺の部屋に入ったことないだろう。聞き間違いでは。いや、確かに。お兄ちゃんの聞き間違いです。まあいいけどさ。しました。え、何をしたって。私、その大賞を受賞しちゃいました。いたいた、ゆいがくん、ここだって。学園長が。やだ、あのバカめ、抵抗しても無駄だ。これからたっぷり身をもって教育を。ゆいがくん、ダメー。いって、なんてことするんだ、古橋。うわ、お仏を見る目。お前らなんか誤解してない？別に、何にせよビンビン創作意欲が刺激されちゃうわ。どれも最高よ、おぼろちゃん。じゃあ次はこの衣装行ってみましょうか。男を惚れさせる方法はないか。惚れさせる方法？あらはばき。そんなもん、こっちが知りたいわ。お兄ちゃんがママを探してやるから、もう泣くな。本当？ああ、くたばれ、ノリゴ変質者。今のうちに逃げて。ちょっと待て、誰がロリコン変質者だ。さ、早く。僕は一緒に母親を探そうとしてただけだ。え、うん、ごめんね。二つにパックリ割れたかも。え、やばって、元から二つじゃん。私の場合ね、優しい顔してその術、胸目当て。でもって、本当に振り向いてほしい人に限って、そういう目ですら見てもらえないわけ。本当、胸なんてあったって肩凝るだけよ。胸なんて、どうして脱ぐの。何もしないって言ったじゃない。不潔、変態、露出狂。本物よね。こんな特殊メイクをしているバカがいると思いますか。触っていい？どうぞ。おう。変な声出さないで。そ、古橋、具合どうだ。これ差し入れ。って、なんで顔まで布団かぶってんだ。だって、パジャマだし、髪とかボサボサだし、恥ずかしい。そうか。女の私から見ても可愛いな、クソ。あ、そうだ、今度は俺に耳触らせてくださいね。覚えておったか。繊細なのじゃからな。はい。優しくするのじゃぞ。はい。絶対じゃ。
じゃぞ。はい。絶対絶対じゃぞ。絶対絶対、はい。では、うやっ、なに口に出してるんですか。お兄ちゃんはデリカシーがないです。それにこっちは、私実はお兄ちゃんのこと大好き。だから口に出さないでください。ご本、すみません、取り乱しました。とりあえずお前が書いたことは信じるよ。あの、プリンセスアン、もうグレアも竜族のお姫様なんだからアンでいいよ。あ、うん、何？そんな、ありえない。さて、それじゃあ決闘は俺の勝ちってことでいいかな。次は絶対負けない。明日の本大会、私と遭遇するまで生き残りなさい。もう一度聞く。私の留守中、何も問題はなかったか。はい、一切問題はありません。艦首長、怒りで震えている。あー、かっこいい。名字言ってもらえた、名字言ってもらえた。こんなに長く話せたのは初めてだ。珍しいな、いつも完璧なカズちゃんが水着を忘れるなんて。昨日なんかあったのか、あいつ。ううん、別に聞いてないけど。それよりソラちゃんだ。まだか、まだなのか。くー、かわいいじゃねえか、おい。変なことしたら泣くまでくすぐるからね。はい、その時は協力する。おい、始めるぞ。俺に指図すんな、クソザル。下見に来た時に買っといたんだ。そこは空専用。え？いいだろう。ダサすぎ。言うと思った。しっかりしがみつけよ。え、しょうがないだろう。結構ガタガタなところもあるし。気取り方キモいし。このビッチめ。はあ、ビッチってなんだし、私はまだしょ。なんでもない。別に恥ずかしいことではないでしょ、この年で。ちょっと何言ってんの。氷でまだとか恥ずかしいよ。雪の人さん女子力足んないじゃないの。くだらない価値観ね。だから私はどんな苦手なことだって克服して天文学を本格的に学ぶんだ。やっぱり変だよね。忘れて忘れて。高校生にもなってそんな子供みたいなこと。いいんじゃないか。お前が理系に進めるよう、その力貸すからさ。ユイガ君。今の現地取ったからね。心して聞くのじゃ。はい。実はお主は。はい。